ジャガイモが栽培されているところはもうすぐだ。それまで油断はするなよ。はい、リリが教えてくれないと危ないところだったよ。これくらい当然です。リリはベル様のサポーターですから。それよりこの世界の野菜たちはどうして飛んだり跳ねたりするのでしょうか。野菜も生き物だしな。人間に食われまいと反撃してくるんだとさ。何せ料理されても逃げる野菜がいるくらいだしな。それにしても野菜を取りに行くのにこんなに体力を消耗するとは思っていませんでした。大丈夫ですか。リリは無理をしない方がいいと思います。アイテムも尽きてきていますし、何よりベル様の体力が心配で。リリ、羨ましい。え、羨ましい。俺のパーティーにはお荷物しかいないのに、ベルにはこんな可愛いサポーターがいるなんて。かわ？うちのド M クルセイダーと違って凄腕で、しかも美人の剣士に稽古もつけてもらってるし、あげく小柄で可愛くて巨乳の女神様の恩恵を受けてるだと。うちには頭のおかしい爆裂娘とダメ神しかいないんだよ。言ってて腹が立ってきた。こんな大変な思いをするのは割に合わん。もう帰って。こーん、何か声が聞こえたような。もしかしてジャガイモ？ジャイアントコーン！違う、こいつはジャガイモじゃない。ジャイアントコーンだ。ジャイアントって、こんなの大きすぎます。くそ、こんなところにジャイアントコーンが出るなんて予想外だ。逃げるぞベル。僕は逃げるわけにはいきません。それにまだジャガイモも手に入れていませんから。ファイアーボルト。神様、ベル君、目を覚ましたんだね。もう心配したんだぞ。あれ、神様、どうしてここに。ジャイアントコーンにやられたんです。最後の反撃を受けて気絶させられて。あ、そっか。じゃあリリが僕をここまで運んでくれたの。運んだのは俺だ。大した怪我がなくてよかったよ。そうだったんですか。ありがとうございます。というか、話を聞いた時は本当に驚いたよ。ジャガイモを取るためにどうしてそんな無理を。ベル君にもしものことがあったらどうするんだい。すみません。まあその辺にしとけよ。ほら、ベルも飲むか。お前が倒したジャイアントコーンを使ったスープだぞ。ありがとうございます。でもなんだか悪いです。ご飯まで作ってもらっちゃって。気にするなって。ベルがいなかったらジャイアントコーンに全員やられてたしな。それに当分の食料も確保できたし。そういうことみたいです。これはベル様のお手柄ですよ。そんな。でも結局ジャガイモは手に入らなかったし。
どうしてジャガイモが欲しいんだい？ベル君、そんなにジャガイモが好きだったかい？神様にジャガマル君を作って食べさせてあげたかったんです。異世界に来て不安でしょうから。僕のため？はい。でも、もっと不安にさせてしまったみたいで。ベル君は僕のためにすっごく頑張ってくれたんだろ。なら、それだけで十分だぜ。神様。でも、無茶だけはしないでくれよ。ベル君がとっても大事だってことは変わらないんだから。はい、神様。心配かけてすみませんでした。それではご飯にしましょうか。スープ以外にも野菜を使った料理がたくさんありますよ。料理スキルを持つカズマさん特製の野菜フルコースだ。アクアたちも呼んでみんなで食べようぜ。はーい、ご飯だご飯。僕はまだまだだ。もっと力をつけないと。神様のためにも。このスパ、このスパ。もうベル君、君はいっつもそうだ。まったく。すみません神様。あのシスターの方すごく困っていたみたいなので。ベル君が優しいのはよくわかっているよ。でも勧誘の手伝いをするだなんて、君は僕の眷属だろ。それにシスターが金髪の美人だったのも気になる。ベル君、もしかして金髪が好きなのかい？え？いや、そんなことは。怪しい。だいたいこのチラシに書いてあることはなんだ。今を楽しくとか楽ちんな方を選びなさいとか。うん、まあちょっといいなとは思うけど。お、ベル君もそう思うかい？そうじゃなくて、入信書を配る手伝いの報酬ってことで木の棒をもらったんです。水の女神の加護があるとか。これ何でしょうか？何でもいいじゃないか。とにかく配るのは手伝っても入信はダメ、絶対。わかったかい、ベル君？はい、もちろんです神様。僕は神様の眷属ですから。このスバない、ない、ここにもないわ。一体どこ行っちゃったのよ。引き出しの中にも絨毯の下にもありませんね。アクア様、やはりどこか外で落とされたのでは？ただいま戻りま…あ、って、どうしたんですか？大掃除ですか？違う、ないのよ。命の次に大事な宴会芸用のセンスが。宴会芸用が命の次に…というか、センスって？リリも初耳だったので、アクア様に絵を描いてもらいました。こういう形だそうです。うむ、極東にありそうなものだね。初めて見ました。センスがないと芸がしたくなった時に困るんですけど。ギルドのみんなに芸を見せられなくなるなんて、私の生きがいがなくなっちゃうんですけど。ああ、そういえば形は全然違いますけど、さっき金髪のシスターにこんなものをもらったんですが。木でできた棒ですか？それよ、それがセンス。ベルが見つけてくれたの？え？でもさっき見せてもらった絵とは形が違いますよね。これはね、こうやって開いて使うのよ。はい、喜びの花鳥風月。あっ、綺麗ですね。そうでしょ。でもこれじゃお礼には足りないわ。ベル、あなたをアクシズ教の名誉教徒にしてあげる。な？名誉教徒ですか？というか、アクシズ教ってこのチラシの？ほら、チラシを持ってきてたのね。なんだ、アクシズ教徒になりたかったんじゃないの。いいわいいわ、そこまで熱意があるならなおさらね。
異世界から来た冒険者にまで人気があるなんて、さすが串漬けだわ。さあ、名誉教徒の就任祝いにシュワシュワで乾杯しましょう。セシリーも呼んで盛大にパーティーしなきゃ。こらー、何勝手に進めてるんだ。ベル君は僕の眷属、誘惑しないでくれ。何言ってるのよ、京都を増やすのに遠慮なんかできないわ。こういうのは競争なのよ、競争。なんだそれは、競争だって言うならもっとフェアに勧誘したらどうだい。知らないわ、我慢することなかれっていうのがアクシズ教の教義なのよ。やりたい時にやる、飲みたい時に飲むの。分かってたまるもんか。ちょっといいなって思ったのは気の迷いなんだからな。あの二人ともそのくらいで。ぐんぬぬぬぬ。ベル様がどちらにつくかはっきりするべきではないですか。そんなの決まってるよ、僕にとっての神様は一人だけだから。アクア様、せっかくお誘いいただいたんですけど、アクシス京都にはなれません。え、一体どうして。僕はもう神様、エスティアファミリアの一員ですから、神様のために頑張るんだって決めてるんです。だから。ベル君。神様、急に飛びつかないでください。ベル君ならそう言ってくれると思ってたぜ。ほら、もっと近くで顔を見せて、ベル君。神様、恥ずかしいです。構うもんか、僕は今とっても嬉しいんだ。これからも末永く頼むよ、ベル君。しょうがないわね、あんなに楽しそうな二人を見てしまったら無理には支えないし、ベルの思いのままに生きるのが一番なんだから。やれやれ、人騒がせな神様たちですね、まったく。この巣場